山口勝業は、日本の投資ファンドマネージャー、経済学者、イボットソン・アソシエーツ、日本法人を創立し、同社代表取締役社長を経て、取締役会長、証券アナリストジャーナル賞受賞、行動経済学会の創立メンバーで、同学会顧問も務める、博士、福岡県福岡市出身、東京学芸大学附属大仙中学校、 東京学芸大学附属高等学校を経て、1979年、一橋大学社会学部卒業。同年日本長期信用銀行入校。1986年イエール大学、経営大学院修了。マスター・オブ・パブリック・プライベート・マネージメント。1986年長銀・ニューヨーク・新宅米国債券、ポートフォリオ・マネージャー。 1989年を LTCB、マスインベストメントマネージメントポートフォリオマネージャー。1994年、超銀投資顧問、株式チーフファンドマネージャー。超銀破綻後、1999年に、有限会社ストラテジックキャピタルリサーチを設立し、東北大学経済学部非常勤講師も務めた。2000年、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンを創立し、 同社代表取締役社長に就任。社会基盤研究所社長の平尾浩二らの支援を受けながら同社のスタートアップに当たった。2002年に川西悟や壁秋夫と行動経済学のワークショップを開始し、これを発展させ、2007年には行動経済学会を設立した。2003年から2008年まで、先週大学大学院経済学研究科ファイナンス。 コース客員教授兼務。2016年にイボットソン・アソシエイツ・ジャパン、取締役会長。1991年論文、アクティブ株式運用のためのエキスパートシステムで、証券アナリストジャーナル賞を受賞。2005年論文、我が国産業の株式期待リターンのサプライサイド推計で、再び証券アナリストジャーナル賞を受賞。 一橋大学大学院経営管理研究科、非常勤講師、日本ファイナンス学会理事、日本証券アナリスト協会試験委員、行動経済学会顧問、日本 CFA 協会理事等を歴任。専門は、資産運用実務、リスクプレミアムの実証分析、行動ファイナンスで、2008年には、著書、日本経済のリスクプレミアム、見えざる、リターンを、 長期データから読み解くで、先週大学博士の学位を取得。バードウォッチング、絵画制作を趣味とし、学生時代はシンガーソングライターを目指していたが断念した経歴を持つ。ありがとうございます。